暑い中から、まあ、ちょいと日が陰って良いになってだいぶ過ごしやすくなったと思うけども、まだまだ暑いな。だからよう足を運んでくれた、ありがとうさんちゃった。そして、わしとしては多分主たちの前に現れるのは、もうこれでイタリア行ってしまうゆえに、8月中旬かなに戻ってくると思うけども、それまではチートばかり、こんなに長くお主たちに会わない期間が、あるなんていうのはな、ちょっとわしも寂しいなと思うんだけども、多分主たちの方がもっと寂しいなと。なんだぞ、次郎太郎が持参中だから長めに喋る。来たらって言ってな、遅い。いや、誠にイタリアに行くということはわしにとっては、まあもちろん不安もあるんだけども、何したいかっていうとな、やはり日の本の素晴らしき文化を伝えたい。そして我々がこう生きた証というかな、魂というものを少しでも置いていけるんだってあれば、それがわしに課せられた使命であるというふうに感じて、まあ精一杯目一杯力の限り戦っていくゆえに、チートばかり主たちにはなにとってはすごい距離が離れてしまうけども、待っとって必ず生き生きとして帰ってくるから。それまではサイエンスのところにいっぱい行ってやって、で名古屋城盛り上げたって、で名古屋盛り上げたって、ね、そうすればわしも帰ってきた時に嬉しいなと思うから。みんなあんだけ昨日盛り上がったんだから大丈夫、自信持って今年一年頑張れ。ありがとうさんじゃった。さあ和之助、ありがとうございました。昨日に言われてましたね。どうして次郎さんのコーナー。ありがとうございました。どう京都は、いや昨日京都祭り祭りでもう最高の近くでございました。それも特に昨日は皆様のおかげでございます。本当に楽しい祭りをありがとうございました。昨日残念ながら行けんかったよ。注文は、はい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 、必ず次な参加しろ、後悔させないから。やりもう一周分ぐらい余分に回しとくから。楽しかった。やり回せたことが一つな、わしの中では。まあ前もちょろっと、まあ多分誰か聞いたと思うけども、挑戦、わしの中で何かしたいなと思っとって、弟子たちに何かうおーと思うことをしたいなと、でまあ清正と相談して、ここでやると、ここでやりたい、清正お前振り考えろと。待っても待っても振りが降りてこないけども、あいつも本当に悩んで、わしが綺麗に見える、かっこよく見える、清正は清正が振る槍はあいつが振るからかっこいいけども、わしが同じ振りをしたとてかっこよくないな、違うからっていうところをいろいろ考えた結果、まあ、ああいう振りになってわしもえらい気に入っとるし、もう振りてえなこれからと思ったぐらい楽しかったな。それがお主たちの何か心に響けば、でも気持ちよかった。わしが槍を持ってきた瞬間のあの槍うおーっていう、最初何持ってるかわからなかった、あの暗かったからわからなかったろ、槍っていう感じがすごく伝わって気持ちよかった。ざまあ見ろって思った。ヒロサブローコーナー、おい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 、まあ次は大きな戦っていうのは何より宵祭りか、宵祭りの長い期間、今年こそは雨に負けないな。昨年はもう雨に打たれて演武なんて1回か2回ゼロ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 
あー、まだだ。あー、そうっす。え、酔いまつりの出陣は出たの？そして、キーボード、ナホグレ。まとってじゃん。え、わしいる？てか、わし、な、え、まだ帰ってない？いつから酔いまつりあるの？え、早っ。え、すぐじゃない？あ、じゃあわしがいないときにもう開幕するんじゃない？楽しそう。いや、もう酔いまつりは誠にね、名古屋の民が来てくれるじゃろ。あれがまたいいよ。今日はこのね、花粉を使った新作バージョンで、すごいな、こんな遅くまでやっとんの、こういうの。さあ、早く次郎三郎も来ないかな。いい、もう買い忘れた人はいないかな、大丈夫か、もうわし帰るから、ね、会えないから、当分ね。でも、なんかそう考えるとちょっと寂しいな。会えないって思うとな。やめよう、会える。確かにな。そんなに会わなかったことないんだけど、主らに。ね。え、あるかな。そうですね、皆さんから見て左後ろのあたりに、引けば引くのですが、その裏側にうどんフレーチありますので、私もステージを下に受け入れますけど、お待ちしてます。キュート待ってるよ。え、多分ざっと考えて20日ぐらい会わない。今日は松が聞いてください、ドキマキ。多分ジャックすごっ。まあええよ、こうやる。え、向こうのやつはできるの？向こうに来ちゃあげられるの？異国って、あげれますよ。あげれます、あげれる。え、このからくりを持って行ってもあげれるの？あげれるの？なんで？Wi-Fi。 何でもかんでも Wi-Fi、 Wi-Fi ですごいよな。空音が文字飛んでるでしょ、画像とか。あれ前言わなかったっけ、これ。今空見上げても何も映ってないだろ、けどいろんな人間がいろんなデータを今飛ばしてんじゃろ、空に。それが全部映ったらすごい世の中だと思わない？え、わかる？言ってる意味。文字がおはよう、なんとかとか、こんばんは、なんとか、画像とか、バン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 、もう、だってそういうことじゃろ、要は。全然面白くない日の本になりそうじゃない？遅い。はこれで、ね、退陣ということで、また次会うときはイタリア終わった後、たくさんの土産話を持って帰るように、ルシャはちゃんと名古屋を盛り上げてしまう。この度ありがとうございました。さらばじゃ。今日の市は19時半にまた舞い戻ってまいります。19時半な。さよう。じゃあわしは19時半までじゃな。今何時？6時半。あと1時間。あと1時間こうやって喋る。
お悩み相談も。ああ、そうじゃな。好きなものでございます。先ほど多くありましたな、太鼓で。誠に多かったな。あとは悩み相談。おー、来たい来たい。じゃあわしもやるわ。ではよろしくお頼み申す。はい。これよりは信長公による悩み相談室である。では俺らは退陣いたしますが、ゆえにありがとうございます。さあさあ行ってちょう。さあ死んでくんじゃこう。じゃあどういうふうにした。こと足りるからな。もう洗濯機なんかわしのタオルのみ。でもね、で物干しさんもわしのタオルばーっとね。俺いいよくない？それがまあ全員のあの武将のタオルがばーっとこうね、ベランダにこうな流れとったら、であれだろ、洗面台の下の手拭くところと、それからあの台所の勝手口のところと便所と、あとどこだろうな、枕の。だから買え早く。本当に買ってこい、買え買え。じゃあ、さあこたびもお悩み相談室ということで恒例企画でございますな、秀吉殿。ああ、皆の相談を聞いてわしらに決が、まあ、いろいろ解決策を出すという。さようさよう。解決策。サクッと。さようですか。三英傑の二傑解決。お悩み相談室。うまいうまいの。エリアうまくです。そこはどうも、そろそろほら誰だ、そんな歌を作ったのは。 CBC ラジオのヒット曲、すごいノリオ殿だ。すごいノリオ殿、下水ぞ。さらばじゃ、どうもどうもどうも。怪我が多いのはいかんですな。そうじゃの、怪我が多いのはあかんの。悩みですな、この金太の悩み。おお、金太の悩みなんだよな。怪我が多いのは。怪我多いのか。さあさあ、もうまったりした時間どうするの。金太負けるな。もうええよそれ。この歌に引っ張られてはいかんですか。引っ張られとるか、こちらがいかん。まあ、いかんいかん。さあ、先ほどからやってまいっとるな、この悩み相談室。いよいよ、本当の悩みを解決しようではないかということで、何か悩みがあるものは、手を挙げよう。我ながら、解決をいたしてやるぞ。さあ、よいか。いらっしゃいませか、お悩み、お悩み。さあ手を挙げよう。お主か、行くか、行かんのか。さあさあ手を挙げよう。おさあではお主、職場で後輩に仕事をいろいろ教えなくてはいけないけれども、なるほどな。これはでは太閤殿下が将軍徳川家康かどちらに答えてほしい。わしか後輩の者たちに教えるときに一つ大切なことがあるんだよな。それは後輩になる者というのはな、自分よりもいろんなこと知らんわな。実はその姿というのは数年前の自分の姿であるな。それをしっかりと思い出すことじゃな。故にそのことを思い出すと相手のものが受け取りやすいような言い方はできる。もう一つ踏み込むと相手が受け取りやすい言い方だけでは良くないのに、今自分自身が自分が後輩であった時に
先輩がどう言ってくれて、どういったことが、言い方が今の自分に結びついておるか考えることじゃな。故に厳しい言い方をあえてする時もあるであろう。それは本当に後輩のためになるか否か真剣に考えることじゃな。必ずお主が嫌われてもよいのじゃ。必ずそのもののためになるでな。しっかりとした気持ちで相手に対して愛情深く思うことにより本当の言葉が出てくるであろう。立派な先輩となるのじゃぞ。以上、解決。さあ解決の時にはな、わしはなこちらを叩こうかと思っておる。どうしてじゃの。なんでじゃ、なんでそのことがわからんのじゃ、私は。はい、ということでな、こちら解決の暁には解決。いやいや、エレアうるさいってこっち。おさようですか。今、破れるかと思った。ここ何がですか。鼓膜じゃん。鼓膜、うん、破れてるか。大丈夫のようですか。はい、秀吉様の鼓膜、えらい分厚いですな。嘘つって、分からんじゃろ。さあ、他には何か悩みがあるものあるか。ござるかの、後ろの方の者たちでもよいぞ。ちなみに後ろの者たちは我らの声は聞こえておるか。あんまり聞こえんか。我らの声は聞こえておるか。おらん。我らの声が明瞭に聞こえるよちゅうものはどこまで後ろどれぐらいあたりまでかの。ほれほれ。それぐらいか。他の者たちは聞こえんのじゃな。そうか。その辺の者たちはわかるぞ。金太の大冒険ばっかりじゃろ。ほう。金玉スカットキールとかの。あまりこのスピーカーチモに乗せん方がええな、それ。いやいや、これは本当のちゃんとした。いや、わかるぞ。ブドウを切るということです。ああ、そういうことか。さようさようさよう。身の丈3メートルの大男という下りがあるんです。ああ、なことか。さあ、ということで、悩みはな、どんどん受け付けてる。すまんがな、遠くの者たちは聞こえんが、聞こえとる者たちで参加いたしてくれの。そうか。さあ、では相談がある者は手を挙げよう。何でもよいぞ。悩み相談がある方は手を挙げてくださりませ。悩み相談がある者は手を挙げよう。もうなくても手挙げてちょうよ。それは困りますな。じゃあそれで、ほうほうほう。わし秀吉におすすめしたい食べ物があるもん、手を挙げよう。これ美味しかったとかあるか。秀吉殿、もう少し揚げやすいものにしてくれませんかの。揚げにくいかこれ。いや、実際揚がっとらんですよこれ。例えば本日の舞台にて豊臣秀吉殿がかっこいいと思ったものを手を挙げてくれるか。ああ、なるほどな。例えばかっこいいと思ったもの。ちらほら。ちらほら。えりゃちらほらじゃな。これノリでみんな挙げてくれるかと思った。殿下多い方ですぞこれ。そうなのか。空気を読んで挙げとる方ですぞこれ。おい、じゃあ空気曲がったらもうシーンとするのか。当たり前でございます。おい、当たり前じゃない。よく見てくださいこのポスターカード。これ殿下ですぞ。いや、これ服着たるぞ。服が来るぞこれ。ああ、なるほど。おう、服着ておるぞということ。そりゃ当たり前じゃ。服がの幸福の服が来るぞ。ああ、確かにそうですな。そういうような大持ちですな。そうな。さあ、故に太鼓殿下がかっこいいと思ったところ、ぜひともこの太鼓殿下はいつも信長殿の前では大きな大きな圧力で押さえつけられてしまうということがあるで、実際に太鼓殿下の良いところを聞いていくというのはどうでしょうかの。うわ、嬉しいな、それは。さようさよう。現世に蘇ってまだ数ヶ月しか経っておらんがゆえに、殿下応援企画と題して太鼓の変わりました。変わったの。いやいや、嬉しいの。さあ、まず太鼓殿下のことが好きだよというもの、手を挙げてみよう。おお、このようにたくさんおる。だからまばらなんじゃない。それが一番傷つくの。多い方ですよ。
違うんですよ、殿下。この後に手を当てられるのが少し恥ずかしいというものが、手を上げづらいということですな。さあ、そして太后殿下の良いところが、良いところたくさんあるわな。どこかこんな太后殿下豊臣秀吉殿の良いところがあるよちもの、手を挙げてみてくれるか。よし、では後ろのお主、秀吉殿のどこが良い。届くかの声が。伝言ゲームじゃん。みんなこう徐々に前に前にこう言葉を。なんじゃなんじゃ。演武の時がとてもかっこいいですと。ありがとうさんじゃ嬉しいの。じゃあ今は。じゃあ今はそういうことなんじゃな。今のかっこいいですと。ありがとうさんじゃ嬉しいの。いや、秀吉殿もっとこう素直に受け止めてくださる民の声を そのようにこのうがった目で見てはいかんですぞ。まっすぐに、まっすぐに本当にかっこよろしいと。ちょっと恥ずかしいからな、ちょっとあの照れ隠しでそういうことを言ってしまったが、そういうのは分かりますぞ。分かるか。さあ、他にはあるかの。演武の時の太鼓殿下はかっこいいと。他にはあるか。秀吉殿はないようでございます。早いわ、それ1個か。ああ、そうか、1個ではなかろうて。ああ、まことか。わしありますぞ。お主あ、じゃあじゃあどこじゃ。襟足。これか。襟足というのはこの身ぐし。どういうこのくるくると身ぐしがこう回っておって、この一番曲がって取るところに手を当て触ってみると、それなりのこの弾力が硬さがあるというか、この巻い取るこれがすごい、幾重にも幾重にも重なってすごいですな。これ伸びるとどうなるんですか。いや、伸びるとどんどんこう鶴のように巻いてくる。鶴のように巻いてくる。あの、どういう意味ですか。いや、だからどんどんこうくる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 巻いていくんじゃないか。一周してまたピョンと一周してくる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 なる。そういったところが可愛らしいと。ああ、誠か、襟足か。それは全然意識しとらんかったろう。今日ちょうど襟足の話をしておったところなんじゃ。まあそうだな。実はお主たちがこのくるくるといたしとる見とるところは襟足やろ。要するに髪の毛が出とるところが襟足部分しかないじゃん。まあこうこう烏帽子をかぶっとるからの。烏帽子の中はどうなっとるか。え、今から。なりませんな、それは。ちょうどその話をしておったばかりなのか。ダメじゃって。これはならんということですな。お主も身を乗り出して見に来るんじゃない。もしかしてあの絵星取るの、あの人ちって。おお、取らんのじゃ。太后殿下はな、面前で身ぐしを見せることはならんのじゃ。うん、乗り出し方すごかったでな、私。控えよ、控えよ、分かったか。はい。おいで、急に宣伝しだすな、それを。今売ってます、皆さん。ああ、売ったな。今皆さんのサインを取ります。そう、もうさようであるか。わしの顔が書いてあるんだな。うん、そうじゃな。さみぐしな、いつか見せていただける機会もあるやもしれんということで。そうじゃな、またこの烏帽子を取る機会もあると思うね。驚くぞ、お主たち。まことに驚くぞ。こうなっとるじゃろ。この辺りどうなっとるかというと、ですな。ですな。本当にまことに数時間前だ。話しておったところですな。楽しみ箱のような。そうじゃな、ものですな。一つ楽しみが増えたの。なんかわしらも楽しみにしとるで、どういう反応してくれるかの。さあ、続いて太后殿下の良いところ、演武の姿、身ぐしの襟足、そして続いて、お、来た。お、なんじゃ。
信長様に対する愛情がちょっと怖いところです。怖いところ、信長殿に対する愛情が強すぎて怖いぐらいであると。ああ、誠か。そこが怖いぐらい忠誠心が高いのは武士としてまあよろしい姿ということですが、まあ、これが現実の姿じゃからの400年前の、なんならもっとひどいぞ、もっとひどいぞ400年前は。もう、ああさようですか。もう秀吉殿はその愛情が強いがゆえに、例えば前田利家殿はな、その男と男のそういったこう関係があったのじゃな。前田利家殿は男前じゃろ。それで豊臣秀吉殿もそういう関係になりたいという思いはあるんだけども、一切拒否されるという。いやないぞ、それはない。その修道のあれはないぞ、気はないぞ。ただそのなんて言ったらいいかな、このそれではない愛っていうものもあるじゃん。忠誠心がもう超えてしまった愛じゃん。もう超えてしまうとどういう、普通忠誠心であると命を投げ打ってでも守るという、そうだね、そういった心がござるが、それ忠誠心を超えてしまうとわしのもんにしたくなる。って言われとるぞ。悲鳴がもう出とりますぞ。あ、おかしな話だ。これは自分のものにしたくなるというのはどういう意味ですかの。いやまだ掘るよ。いやお主だって分かるじゃんそれ。いや分かるかもしれんけども、具体的にはどういう意味ですかという、今いやいやもうそれは わしが信長様の中でわしが一番の家臣であってほしいということだ。一番の家臣になりたい、なりたいということだ。二番じゃ嫌じゃん。二番じゃ嫌じゃん。いや完全に今の状態で行くと、秀吉殿は申し訳ござらんけども前田利家殿に負けていて、前田利家殿もあの岐阜の武将隊の明智のみっちゃんに負けとります。多分序列で言ったら1番は明智光秀殿、2番は前田利家殿、3番は斎藤道三殿、そして秀吉殿は7、8位ぐらいではないですか。徳川幕府による調査ですか。調査さよう。徳川リサーチさよう。そうかそうか。それでええんですか。まあそれだけ忠誠心があるけども、これからどんどんと高みを目指す信長殿の番付の上、頂点を目指すべく努力をされとるということですな。そうだ、日々努力をしとる。努力の一環としてこの襟足を毎日クルクルしとるんですな。そうじゃの。これは何かこう熱を当てていたしとるんですかの。いやこんな何もしとらんぞわし。何もせんで自然現象、自然現象で自然に巻いてくる。自然に巻くんじゃと。ああ触ってみたことあるが、触ってみたいか。触ってみても良いんですか。ミグシはおーいいぞ今ここで。じゃあ あれだろう、じゃあもうあの勇気を持って言ってくれたものだけに触らせて、その感想では述べてもらうかの。おいいか。ではこの写しとる者たちが多いがゆえに太閤殿下に行っていただいた方が良いかもしれないな。少し内緒じゃぞ。さよう、ブレを働いたらな、しょえもん。ヒットライよ。一人だけじゃぞ、一人だけ。一人だけじゃぞ。硬いじゃろ。あ、柔らかい。何の絵じゃろなこれ。柔らかい。確かに美しい見口をされておりますね秀吉殿は。
秀吉殿はもうしょっちゅう風呂入るで、3日に一遍も入るで秀吉殿はですな。少ないじゃろ、3日に一遍って。わしケースに来てから1日1回ちゃんと入ったの。翔也も申しておらなんだか。はい。あまり秀吉殿は風呂に入る印象がない。はい、お好きではなさそうな。昔は、何年前か使わんの。昔は、木下藤吉様の時は、あ、確かに、はい、入っておらなんだ印象がありますが、今は、あ、今はじゃから現世では1日1回ちゃんと風呂に入って、ちゃんとアヒルちゃんも浮かべて楽しんどるで、こうアヒルちゃんと一緒に秀吉殿が浮かんで、浮かんでぷか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 しとるんじゃわし。ああ、じゃろう。さあ、他に秀吉殿の良きところ。またまだ行くかもしれん。翔也も、翔也も何かござるか。おお、秀吉様、おうおう、足がすごく綺麗です。そういうこと言うとまた見せるって。見せてしまおうかっていうノリになってしまうじゃろ。いや、このふとした時にこうなんか見えるのが縁ではないですか。ああ、そうかそうか。はい、もう白くて細くてとても綺麗なお足をしておられますゆえに。やめろ、これ見えんじゃろ、前から。前からは見えんが、今、家康殿が。深く見中でございます、家康様が。どうじゃ。確かに、あまり細くはないけども、ものすごく肌触りが良い。スベスベしております。特に身足の内側はすごいですな。あまりなでなでずれた。鳥肌が立つ。光景がここで今行われております。鳥肌が立つ。めくったらすごいぞ今。今のわしの足を家康殿がこうやってずっとなでなでしとるで。すごい指使いで。やめろもう、気持ち悪いわちと。お互い男色はあまり好みませんでな。このままさあ、他には何かあるか。もうないじゃろ。あ、おお、主。ほう。最後の夢のところが演舞にて最後の決めの格好がにゃーにゃーにゃーなんてありましたか。最後のやっていただいても良いですか。演舞の最後の締め、最後っちの甲冑ダンスの最後じゃろ。はい、で、そじゃあ、サン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 サカサカサン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 サカサカサン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 サカサカサン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 。そんな風でしたか、言ってましたな。完全にニャーですな。で、今のはまあちょっと今ニャーだったの。の、今ニャーだったな。妖怪みたいじゃないし、可愛い妖怪みたいなのがある。そうじゃない。そういったものが来てよかったと、全部見に参ってよかったと。ほとか、そういうところも見ておるんじゃな。いろんな見方があるんですな。全くもって意識をしとらんかった、その辺は。この辺で一つ お悩み挟んでおきますか。そう、そろそろな。さあ、何か悩みがあるものはおるか。あ、わしは申しておったじゃろ、この悩みをな、用意しておけと。おそらく悩みがないものはいないはずじゃ。ゆえにな、少し勇気を持って発表いたし、我らが解決いたそうではない。よし、ではわしが名指ししていくか。名指し中か。では誰にいたそうかの悩みがあるもの。悩みがあるもの、そうじゃな、今節目がちで当ててほしくないというような顔をしとるものに当てよう。そうか、そういたそう。味は意地悪するのが大好きじゃ。誰にいたそうかの、誠に。よし、では真ん中の眼鏡をかけておるおなご、お主じゃ。ああ、今目が合っとるものだろ。ああ、お主はどこからやってまいったものじゃ。愛知県の三河国豊橋か。今日来てくれたな。お主は悩みがござるじゃろ。お主の悩みは何じゃ。先ほどと同じか。上司に対して
なるほど、だらしない上司に対して逐一注意をするんじゃけども、それが治らない上司に対してどうしたらよいか、どちらに答えてもらいたい？わし徳川家康。そうじゃな、そういった者たちはおるな。わしが思う考えじゃぞ。これは全て解決しようと思わん方が得策じゃ。なぜかというとな、人に対して変わってほしい場合、それは成果として変わってもらえる場合は非常に少ないのじゃ。であるがゆえにな、見方を少し変える、少しでも変えてくれたら良いという考え方に変えるのじゃ。ゆえに10あったら10変えようとせずに、10のうちどこか一つでも変えてもらいたいと。なぜお主がそう思うかというとな、仕事の効率化であったりな、仕事を上手にするためじゃろ。だって会社のためになるわけなんだよな。故に一つでもそれができるように、お主自身がまず変わるのじゃ。自分の今のやり方では変わってもらえんことはもう分かったな。故に自分自身でやり方を変えてみるとよいぞ。わしはそういうことはたくさんあっての、特に3歳から19歳までの間、周りの者たちの言うことを聞くことが多かったわけだな。位は高くとも、そういった時にはまず周りのものを変えるというよりも自分を変える、そういったことを努力いたしたもんじゃ。お主ならできる。対決映像いけ。さあ続いて秀吉殿の良きところ。またか。良いところわしはありますぞ一つ。おお、なんじゃ。このタオルがよく似合うところでござる。そう、物販の紹介の時間がやってまいったよ。さあまずこちら秀吉殿の柄が特徴的であるが、太閤切りと日輪の子と呼ばれしいこのまん丸、そして雲のようなこの緑の線が入っておるのは縦に横にと。こちらは豊臣秀吉との模したタオルでござったり、はいからこちらは足軽陣が素体のものであるな。このように4人の、はい、おそらくわしはな、左下が東馬で、その隣が夏で、その隣が数で、その隣が翔衛門じゃな、大きさでな。これで四角はこれは信長殿、これでつながっとるで、秀吉の、あ、秀吉の違うな、おい、これは食徳同盟、清須同盟で、わしと信長殿で、それで真ん中は前田利家殿、でその下にあるのは前田慶次郎とします殿、それでその横は加藤清正、豊臣秀吉殿はあの前田利家殿の上にある気いないそちらですそれで秀吉殿、なんでわしちょびっとしかいないんだ。しかも似たものがたくさんあるこれ誰じゃ、この大きいちょい、これは何じゃ。分身の術です秀吉殿の。あれ忍術使わんわわし。さあ続いてこちら秀吉殿。おお、かわいらしい。そしてジンガス台のこちらじゃな。さあこういったものがあるな。これは巾着袋でわしも今使っとるんじゃが、このようにな、小型のものであれば水筒入れになるわけじゃな。可愛らしいのこれ。はいからな、これの特徴は何といってもな、巾着というのはな、マチがあるわけなんじゃな。要するに奥行きがあるがゆえに、これくらいの大きさのものであれば形を崩さず入れられるということじゃな。ゆえに、まあ、例えば握り飯であったり、あとは何が入りますかの、愛と希望と夢と勇気と、あとは何が入る、あと信長殿に対する忠誠心と忠誠心とと信長殿信長様ここに入るかな。しかも信長殿ってどういうことですか。収めたが今豊臣秀吉殿は、やめてちょ、信長殿のことを信長殿と
いやいや、それはお主がどのどの言っとるで、わしもどのって言ってしまっただけであって、ああ人のせいにするそうやって、こういった上司持ちたくない。はい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 、いやいや、そうやって愛好伝がいつも言っとるではないですか、人のせいにしてはいかんよ、分別しやってはいけないよと。そういうことか。いや、わしは2回も空調を消してください、28度までにしてくださいと。はあ、はあ、そういうことですぞ。どうなが殿と呼ぶのはやめてくだされ。分かった。それだけは言いますぞ。なんで信長殿に。やめてちょうよな。やめてちょう。やめ、さあ続いて物販は続くぞ。この DVD 出立式、そして天下風チャンネル梅の章の4と5ちゃったかな、4と5ちゃったかな、全然違うぞ。2と3、全然違うじゃん。2と3じゃん。4と5まだ出ておらん。おいから、武士と武士、つい金の行ったものの1個前のものじゃな。加藤清正対加藤清正の面白い茶番も見られるぞ。さよ、これまこと面白かったんですわ。ああ、そうか、ではわしも取ろうかな、これ武士と武士、武士と武士、ぜひともぜひご確認されたしということでございます。おいから、物販と申せば、こちら正右衛門が説明いたすか、お主の声も聞かせよ。ほうほう、 ありがとうございます。さあ、はい、それでは失礼いたします。ガチャガチャ、こちらのガチャからはこの缶バッジ、武将様の缶バッジ、家康様とございます。秀吉様の缶バッジございます。続いて冷やかし武将隊、こちら叩いていただくと冷たくなりますように。はい、大丈夫でございます。あともう IC、 あとは何ですか。大丈夫かしら、いや、それは大丈夫か。この通行手形に貼る、このような、秀吉様のこの名古屋でいう、はい、真中やろ、カード模した前田健二様とかだと、ほうほう、あれではないですか。ウィーイよー、名古屋家康様にござります。素晴らしい。はい、このあるゆえに皆様ぜひぜひガチャを行ってくださりませ。そうだろ。ありがとうさんじゃん、翔平君。はい、おー、なんか納得いっとらんと、家康さんが、どうして。いやいや、納得いっとらんわけではないですよ。すごいこと言っとる、こっちに思っただけにござる。あっちが気になって気になって、ちょっと顔を拝見したい。北野殿か、北野殿じゃな、誰か来たい。秀吉との、なんじゃ、誰じゃ来たの。いつもお世話になってる CBC ラジオの人格の一人、ほう、名古屋下ネタ隊の一人です。やば、そんなやつ、北野誠殿、著名な御人ですぞ。ああ、誠か、誠に知らんのですか。下ネタを言うものか。名古屋の武将隊の話をよく CBC ラジオでしてくださる全国的に有名な御人ですぞ。お寿司知っとるな、北野誠殿。北野誠殿、あちらの文字が出ておりました。名古屋おもてなし武将隊、我らのことを言ってくれる御人なんだな。まあいいわ、CBC ラジオのパーソナリティです。今のは知っとるぞ、まあ、知っとる。笑わせようと思って面白いことを言ったんですか。いや違う、真面目な話をしようと思って。知っとってくだされ。いや知っとる、知っとる、なんで急に知っとる方に入ったんですか。いやだから下ネタ言って、でわしらの名古屋おもてなし武将隊のことを話してくれる御人じゃな。いやまあまあ、それが全てです。そうか、それが全てのこと。そうか、そうか。いや、そうではございません。著名な御人で、はあはあ、いつも大変世話になっております。そうじゃな。特に名古屋おもてなし武将隊のラジオのこの話術は他の御人に一部学び申した。まことか。さようにござる。秀吉殿が少し顔がほっそりされておった頃、申し訳ござらん、少し今も細いじゃろ、今よりもより細くなった。
った頃、桐生人のが、その絵巻奉行を務められたって、要するにメインパーソナリティ MC 対抗か、 MC 対抗でございます。その時に大変お世話になったんです。ああ、まことか、それは素晴らしい。さあ、続いて物販も終わったということじゃな、はい、これは絵馬の話もいたしたな。あ、まだ、あ、絵馬はまだ、はい、こちら武将様の絵馬、そして我ら神笠隊の絵馬もございます。皆様、こちらは手に入れましたか？まあ、これがうむうむと、まだの方はぜひぜひこちらのガチャガチャでできますゆえに、皆様回してくださいませ。はい、番組へのメールも一切受け付けない。お主は急に話を振られると困るのか？よく説明できたぞ、大義である。ありがとうございます。桐生殿、この中でもし、この中で桐生殿が客人として買いたいとすれば、どの烏帽子が良いですか？烏帽子、烏帽子か、今6種類、あ、7種類烏帽子がありますが、はあはあ、色的にどうじゃろうな。はい、こちらを見せていきたいと思います、はい、でさらにはですね、はい、一番下に、いやでもこれとか可愛いの。あ、確かに緑の、お、夏はこれ、夏はこちら、梅鉢の梅鉢ので、はい、冬は清正の、そうじゃん、虎之助のやつで、ほうほう、で夏はまた夏また夏夏の次に冬でまた夏夏はまた夏、これは死ぬほうほうほう、で、おう、冬は秋はこれで、冬で、うん、で、正面で海に行くとどこ行くの。夏は春はこれかの、ほうほうほう、いやもうでも全部欲しいの、わしこう使い分けたい、日によって。確かにそうですね、うん、気持ちが高ぶる時にはこのような赤であるとか、そうじゃの、それから落ち着かせたい時にはこのような青であるとか、そうじゃ、少し黄土色な気分であったらこちらとかな、どういう気分、何かこう秀吉殿みたいになりたいと、出世したいという気分ということですか。そうか、聞くなわし。さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。最後に一言、物販を、さあ何かもう雰囲気が始まっておるぞ。さあ、こちらはな、こちらの物販を回収出すということじゃな、故に直々に我らが渡し、故に欲しいものがあれば今出てきてくれということじゃな、故に一旦こちらの戦国御殿巻路上御殿巻一旦こちらで巻くといたし、物販で何か欲しいものがあれば前に通ってくれということじゃな、故にこちらもらったこのようにな、最後まで存分に楽しめるような企画になっておるが、すまぬが、そろそろ我らの大事の地獄と相なった。最後に MC 対抗から一言、おめやたち楽しかったか、またやりたいか、また会おう、さらばじゃー、やめ直し、また会おう、さらばじゃ、シワが多く見えます。いや、これメイク、メイクを褒めた赤くしたい、やりたい、なるほど、やりやすい、ちょっとこれもっと速度で比べましょうか。あー、そうですね、メイクが効いてるんですよ、メイクが効いてるんですけど、ありがとう、また会おう、さらばじゃ。